トレイルカメラの動画です。とその前に、お願いを、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。投稿者のモチベーションが上がるので、よろしくお願いします。あと、感謝を、ついに1000人達成いたしました。こんな荒い編集動画ですが、登録していただき本当にありがとうございます。これからも頑張っていきますので、どうかよろしくお願いします。これは何が映っていると思いますか？正解は、夏バージョンのアナグマでした。結構農作物がやられる代名詞的存在だと思っています。次の動画になります。これは雨上がりに撮れた動画です。これは鹿ですが、これはある実験をしている時の動画です。前回アップした鹿を捕まえた場所です。罠も仕掛けているのですが、あと10センチ手前を踏んでいたら取れていました。実験的には立ち止まってくれなかったので失敗です。多分実験的に置いたものに、興味がさほどなかったためと思います。実験内容はまだ明かせませんが、簡単なことだったりします。次の動画へ。これはイノシシにカメラがバレて、壊されそうになっているところです。かなり低めに設置していたので、簡単にバレてしまったようです。約3時間後にまた来訪です。耳が見え隠れしています。よほど気に食わないのか、執拗に攻め立てます。なので壊されてもいい価格帯の、トレイルカメラがおすすめです。まだ鼻で押しているのでいいですが、これが噛まれたりしたら一発アウトです。これも実験の映像です。これに誘われてきたのは、小型のイノシシ。生まれて1年といったところでしょうか、群れで行動していました。こうして見ていると、警戒心の強い生き物だと、よくわかります。
この場所は原っぱで獣道は特定できません。しかし考え方を変えたら、こんなに歩き回るので確率で欠けてしまえば、いつかは踏み込むと思います。漁っているものは木の根や虫が多いので、地面を嗅いで回っているので見つかる可能性が大変高いですが、その点を考えても楽しみがあるのではないかと思います。この場合も罠の種類を使い分けてかけなければ取れないタイプに当たります。この場合は押し羽式の罠が相性がいいように思います。しかしワイヤーを結んでおく場所についても考えておかなければなりません。平野なのでうまく縛っておけるものがないと大変難しい場所ではありますが、二人がかりで獣の引けないレベルの丸太などを運んできたりすれば解決できると思います。その場合道からかなり遠い、道が斜面の上の方であるなど、安全にはいつも以上に注意しなければなりませんね。もし動いてしまっても他の方に問題が絶対にないことを確認します。迷惑、問題を起こさない、これもとってもとても大切なことですよね。人一人で動かせるものは平気で獣は引っ張っていきます。二人で精一杯で動かせるものはなかなか獣でも地面の摩擦係数も大きくなるためあまり動かせません。その意味でミリデと書いています。重さでいうと80キロ以上を想定していたら大丈夫かもしれませんね。私的に片腕20キロは持てますので、その計算で80キロと思っています。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方お願いします。また見てね。